どうもビッビッビッビーででーす。25歳一人暮らし家計簿大公開。おい、はい、始まりました。前回に引き続き今回は9月の家計簿を公開していきたいと思います。僕今25歳で東京で一人暮らししてるものなんですけど、まあ8月ぐらいから貯金をしたいなと思い始めて家計簿をつけ始めたんですよ。アプリでなんか簡単なやつなんですけど、毎日使ったら書くっていう感じで家計簿つけてるんですけど、その家計簿公開していきたいと思います。それでは早速公開していきたいと思います。ドン。9月収入218,168円、支出174,677円、収支プラス43,491円。貯金できました。はい、すごいですね。大成長じゃないですか、前回と比べて。前回はですね、こちら見ていただければよかったんですけど、マイナス7万3,081円ということで、ね、大赤字だったんですけど、これはまずいということで引き締めてやった結果、なんとですねプラス43,491円。4万円も貯金できたんだ、すごいっすね。急成長。じゃあちょっと1個ずつ見ていきたいと思います。まず食費41,939円ということで、そうだね、前回の目標って言ってた4万円っていうのに近くなってますね、数字が。これは良かったですね。ちょっと気をつけたからなのかもしれないですね。41,939円ということで、前回より1万円ぐらい落とすことができました。そして日用品は、今回は歯磨き粉、コーヒーセット、そう、コーヒーセット買ったんですよ。こちら、こういうね、コーヒーを入れられるような。ビニール袋とか傘とか買ってますね。それで3,892円。続きまして美容代カット4,400円、それのみですね。やっぱ髪を切ってなきゃいけないんで、でこの4,400円もお友達に切ってもらったんですよね。すごい安く素敵な髪型にしていただいてありがとうございます。もうここに通い続けようと心に決めました。はい、すごいかっこよくしてもらってます。続きまして交際費16,720円。これは、まあ、遊びに行ったりとか16,720円、これぐらいはかかるかなと。続きまして光熱費6,056円、ガス代が1,062円、電気代が4,394円で、乾燥費が600円。そうなんですよ、僕コインランドリーに乾燥しに行ってるので、それで乾燥機代がかかるんですけど600円です。え、これ2回しか俺乾燥機使ってないのってなるんで、もしかしたらこれ抜けてるかもしれないですね。であと水道代がね、なんか2ヶ月に1回しか請求来ないんですけど、これみんなも一緒ですか、多分2ヶ月に1回なんだよな、てな感じで。続きまして交通費は定期代が14,100円、プラス4,000円、まあいろいろとチャージしたりとか。続きまして通信費、携帯代が6,996円。これは前回も言ったんですけど、IIJ MIO っていう格安シムで、携帯と Wi-Fi 使っています。あとは、今、携帯充電なくなったりしたら、借りれるやつあるじゃないですか。あれ使っちゃったっていうのを、込みで、7,356円となっています。で、住居費、63,500円。僕今、ワンルーム、8.5 畳。場所は駒沢大学、徒歩7分ぐらい。結構いいっすよね。で、まあユニットバスなんですけど、なんかこれ言うと事故物件なんじゃないかとか言われるんですけど、そんなことないです。普通に快適にいい場所に住んでるのに63,500円っていう破格な値段で住んでます。意外と駒沢大学は寝やすいところはあるので、探せば。そうですね。僕の家も空いてるので2個ぐらい。おすすめです。続きまして、筋肉8,778円。これは、まあジム代ですね。まあ今筋トレやってるんで。エニタイムに通わせていただいてます。で、最後がアプリ代。これも前回と一緒。フォトショップとプレミアプロとクラウド代で3,936円。合計が支出174,677円。で、収支。プラス43,200円。すごいね。こんぐらい貯金できんだね。4万円も。4万円かける12でやれば、年間48万円、50万円を貯金できるってことが
おお、ちょっと頑張りたいですね。月5万とか貯められたらいいですよね。月5万で年間60万いいですね。今僕貯金が20万くらいなんですよ。20万ちょっととか。なので1年頑張れば80万だ。月5万貯金できれば80万とかあったら結構なんか心にもゆとり出ますよね。80万あれば月16万だとして5ヶ月暮らせるから、その心のゆとりがあるのがいいですね。まあなので、あの投資の本で読むんですけど、3ヶ月分生活費を用意しておいて、残りは投資に使うっていうようなので、まあ50万ぐらい貯金して、それ以外はもう投資、こっちとかにもね使うこともできるので、ちょっとこのペースで貯金していきたいなと思います。でもさっきねあったように、ちょっと乾燥機代とか抜けてる可能性もあるんですけど、まあ大体はこちら正確だと思うので、こちらでやっていきたいと思います。で、改善点としてはそうですね、でも結構今回前回と比べるとかなり改善されてるので、これを維持したいですね。削れるところはあとは食費ぐらいですかね。まあコーヒーとかお菓子、クレープ、モーニング、クレープ2回行ってんな、おい、マック、プロテインバー、カフェ、ちょっと贅沢しちゃってんすよね僕。まだまだ焼肉一人で行ってるこいつ。そうだそうだ、あの筋トレ頑張ってたんで、食事制限してたんですよ8月なんで、ちょっと9月初っ端結構食っちゃってたんですよね。焼肉一人焼肉って3663円使ってるこいつ、おーい。まあでもそこはね頑張ったご褒美としてまあ許してあげますってことで、まあ9月は頑張りました。なのでまあこのペースで貯金していきたいと思います。以上です。東京一人暮らしのリアルな家計簿でした。ぜひ、貯金一緒に頑張りたいなって人とか、25歳男性がどんなことにお金を使ってるのか、興味ある人いたら、チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。この動画がファンタスティックだなと思ったら、グッドボタンを押します。それでは、バーイ。